コロンボ、はい、コロンボさんです。さあ皆さん、今日はですね、アメージングデジタルサーカスの考察をやっていきたいと思います。とんでもない事実が発覚いたしましたので、皆さんにね、発表したい、発表解説していきたいと思います。コロンボさんがアメージングデジタルサーカスの考察をやっていく前にですね、アメデジの世界に一体どんな恐ろしい事実が隠されているんだって思った方は、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。恐ろしい事実って言っちゃいましたけど、はい、あります。それでは行ってみよう。さあ、じゃあまずはですね、このアメージングデジタルサーカスのこのゲーム内での時代設定というのに関してなんですけども、これがですね、まあ、1990年代なんじゃないかなというふうにコロンボさんは思うんですね。その証拠としてですね、実は皆さん気づきましたでしょうかね、このアメージングデジタルサーカスの世界でケインとバブルがですね、カフェで話をしてますよね、このシーン。そしてワッキーウォッチというのが鳴るんですね。で、画面の下にワッキーウォッチのなんか宣伝みたいなのが現れるんですけども、ここにワッキーウォッチコムと書いてありますよね。これをですね、インターネットサイトに入力するとこの画面が現れるんですよ。さあこちらですね、なんといきなりケインがつけていたワッキーウォッチが表示されて映像が流れ始めるんですけども、これはね、よかったら皆さん見てほしいんですけども、この映像の中でですね、登場するコンピューター出てますよね。画面を見ていただくと、見てください、このアメージングデジタルサーカスのプレイオプションクワイトっていう風にありますよね。これゲームがなんですよ、なんと。つまりデジタルサーカスっていうのは設定としてはゲームの設定であったあるってことがこれでわかるんですね。で、その他にもですね、通常のね、アニメのオープニングを見ると、最初はなんかこう古い感じの映像からこう始まりますよね。この画面っていうのが1990年代のゲームであるみたいなことがわかる証拠になるんですけども、結構ね、スーパーマリオ64とかね、まあ、似てるような部分がちょっとありますよね。で、他にもね、ゲームなんであろうっていう証拠として、オープニングでね、花みたいな地面に埋まってこうガタ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 みたいな動くシーンがありますよね。これはゲームのバグ、オブジェクトがなんか下に埋まっちゃってこうガタ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 してるみたいなね、ゲームでよく見られるこうなんかバグなんですよね、これも。まあ、あとはですね、やっぱりポムニがヘッドセットをつけてこの世界にこう来てるみたいな感じだったじゃないですか。ヘッドセットっていうのは、まあ、今のところやっぱゲームのねイメージが強いですよね。今はもう本当にね、 VR のヘッドセットっていうのがいろんな各社から出てますけど、実は1990年代にもヘッドセットっていうのはもうすでにあったんですよ。いろんなメーカーから実は出てったってことがもう分かってます。実際の1990年のヘッドセットゲームもポリゴンチックな画面だったんですね。まあ、以上の理由から、まずこのアメージングデジタルサーカスというのはですね、1990年代ぐらいのゲームの中っていうのが隠された裏設定であるじゃないかなというふうに、まずコロモさんは思ったんですね。さあ、そしたらですね、このアメージングデジタルサーカスとは一体何なのかという部分にね、いよいよこう踏み込んでいくんですけども、まあ、ズバリ言いますと、この世界というのは現実にあるとあるパソコンの中で起きている出来事ということが言えるんじゃないかとコロンボさん思うんですね。まあ、どういうことかというとですね、エンディングね、アメージングデジタルサーカスが最後エンディングにね、向かうときに、こう、わかりますかね、ポムニーの画面にアップしてって、だんだんとアメージングデジタルサーカス世界を全体映すようになって、こう、ワープするみたいな感じで最後 PC の画面にこう繋がりますよね。この一連のね、最後に繋がっていく流れはまさにアメージングのデジタルサーカスの世界はパソコンの中で起こってる出来事っていうのを表してますよね。そしてさらにですね、決定的な証拠としまして、パソコンルームみたいな場所っていうのはポムニがアメージングデジタルサーカスの世界でエグジットのね、扉を開けてる先にもありましたよね。ただちょっとね、エンディングで出てくるこのね、パソコンルーム全く同じにも見えるんですが、ちょっとね、比べてほしいんですが、皆さんこの違い分かりますかね。おそらくエンディングの方でウィーンってなって最後見えるね、この現実世界の方は外からの自然光みたいのが差し込んでるんですよ。一方、普通にね、ポムニが見ていたパソコンルームの方はそういった光はないですよね。これはですね、やはりエンディングで、現れるこのパソコンの世界は現実世界である、自然光がやっぱ外から差している現実世界であるということを表す証拠になるんじゃないかなというふうに思います。そして、まあ、最初に言ったように、この PC の中での出来事というのがアメージングデジタルサーカスの舞台であって、ポムニーたちはですね、この PC についていた今見えてるこのヘッドセットをつけることでアメージングデジタルサーカスのゲームかなの世界に来てしまっているという可能性があるわけですね。
続いてね、ポムニーについての話になるんですけども、まあ、さっきも少し触れたように、ポムニーはですね、エグジットルームにこう入り込んで、扉を開けて開けて、パソコンルームを見た瞬間、なんか狂ったようにこう笑い出して、ちょっと怖くなりますよね。一体、このシーンはどういう意味があるんでしょうか。前提として、まあ、物語にもあるんですけども、ポムニーはこの世界に来た段階で、記憶がなくなってるんですね。自分の名前を思い出せないって言っている点からも、その記憶がなくなっているんであろうってことがわかるんですけども、しかしながらですね、おそらくポムニというのがこのパソコンのねある場所の風景というのを潜在的に少しこう覚えていて、それがなんかフラッシュバック的な感じで思い出されることで少し狂ったようになってしまっているんじゃないかと思うんですね。つまり人間だった時にこの風景を見たことがある。しかしながらその風景ってか記憶っていうのがポムニが何かよからぬことに巻き込まれたみたいな感じの記憶であり、それを思い出してしまおうとしているためにちょっとねこういった狂ったような感じになってしまっている。この辺についてはこの後ね話す説明で重大なことがねここに繋がってきます。まあこの辺のことはちょっとうってなった人も多いと思うんですけども、次の説明ですっきりするのでちょっとね待ってください。次行ってみましょう。はい、次はですね、とんでもないことが分かりました。このね、アメージングデジタルサーカスにいる住人たちについてなんですけども、アメデジのですね、公式サイトがありまして、そこにね、しっかりとこのシナリオ、あらすじというのが書いてあるんですね。それがこちらです。とある女性が他の5人の人間と共に狂った仮想世界に閉じ込められ、風変わりな AI の気まぐれと彼ら自身の個人的なトラウマにさらされることになります。はい、このね、あらすじから分かることとして、アメージングデジタルサーカスのね、世界にいる住人というのはですね、ケインとバブルを除いて全員が元は人間であるということがまず分かりますよね。またアニメの中でケインのセリフの中で新しい人間が来た的なことをね、言っているんですね。まあ、そのことからもやはり住人たちは元々人間だったということが分かるわけです。ちなみに、この風変わりな AI というのがケイン、そしてバブルのこと、まさかの事実、彼らは AI だったというわけですね。そして住人たちにはもう一つ重要な共通点があります。それは全員が同じようなプロセスを経てこのデジタルサーカスの世界に来ているということです。つまりオープニングでね、ポムニは何このヘッドセット取れないって言ってるじゃないですか。ヘッドセットを装着することでこの世界に来てるんですね、全員。なぜ全員がそうなのだってことが分かるのかというと、ジャックスのセリフなんですけども、ポムニがねこのアメージングデジタルサーカスの世界に来た時に、ジャックスがですね、英語版だとねしっかりとその内容なんですが、こういうことを言ってるんですよ。ここに来た全員がヘッドセットを取ろうとしたが、ただ握るだけでそれをすることはできなかったみたいなことをね、チラッとこうなんかボソッと言うんですよ。つまり全員ね、ヘッドセットつけることでこの世界に来てしまっている。はい、ここでね、すごくね、疑問点っていうのが生まれたんですけども、全員が同じようなプロセスを経てこの世界に来ていることが分かりました。そして全員が元は人間だったということも分かりました。では、この住人たちの人間の体、これは未だにどこかにヘッドセットをつけた状態でパソコンの前でこう座って動けない状態になっているのか。はい、答えはノーです。なぜならですね、先ほどもね話しました、この世界にあるであろうパソコンルームありますよね。このパソコンルーム、自然光が差してるので現実世界の景色だろうというふうにさっき言ったんですが、はい、見てください、誰も座ってないですよね。でヘッドセットももうデスクの上に置いてあります。これらのことをね考慮すると、とんでもないことがねちょっとわかるんですよ。ちょっと考察っぽいことになるんですけども、ストーリーはこんな感じです。アメージングデジタルサーカスの住人たちの元となった人間は何らかの理由でこの PC のヘッドセットを装着しました。その間にヘッドセットを通じて PC 内に装着した人間のデジタルクローンが作られます。で、元になった人間はその間ちょっと不快感、なんだこれ、なんだなんだ、不快感を覚えてヘッドセットを外してデスクにトンって置いてその場を去る。これね、つまりポムリたちというのは自分たちのことを本当の人間だと思っているデジタルデータなので、このパソコンの外にはもう一生出れないということがもう分かっちゃうわけですね。めっちゃゾクッとしますよねこれ怖すぎる。ただこのね恐ろしい考えを正しいというふうに仮定すると、いろいろなことに合点がいくみたいなことがあるんですね。例えばポムリたちにこう記憶がないっていう点についてはですね、そのね住人たちの記憶というのがヘッドセットを装着して記憶のねデジタルコピーが作られた時点から始まりますので、その前のね記憶っていうのはデータとしてクローンに反映されない、だから記憶がないわけですね。名前すら覚えてませんからね。まあ、物語の中でケイン
も、私が制御できないものとして君たちの記憶というものがあると、まあ、こういうふうに明言してますし、またこのねコムリがヘッドセット一生懸命取ろうとして取れないって言ってるじゃないですか。これはもう自らがコピーされたデジタルデータそのものであるからもう取ることができないんですね。コピーを作られた大元となった人間はもう外してどっかに行っちゃってるわけですね。さらにですね、まあちょっとね推測の部分にはなってしまうんですけども、多分ですけどこの世界で、まあ、カフモがねなってしまっていた抽象化するというこの事象についてはですね、おそらく住民がコピーされたデジタルクローン以上のことをこう思い出そうとしたりとか行動したりすることでデータというのがこうバグを起こしてしまって、それであの姿にこう変貌してしまうことなんじゃないかなというふうにコロモさん考えたんですね。まあ、自分がただのデータであることを知らずに例えば出口を探そうとしてしまったりとかするとデータなんで出れるわけないですよね、そもそも。それでこのデータの中でこうバグって混乱が起こってしまって最終的にバグるみたいな、まあ、的な感じなのかもしれませんよね。また、まあ、先ほどねポムリの様子の変化について語った部分はやはりここに繋がってくるわけですね。ポムリがあのね PC ルームの方を見てこうなんか狂ったようになってしまったのは多分ですけど、 PC デスクとヘッドセットのあの光景っていうのはデジタルデータのコピーが作られるその瞬間の様子なわけじゃないですか。だからちょっとはね多分ねこのクローンたちもね覚えてるんですよ、あの風景を。ただ作られ始めたその最初の1秒、 0.001 秒のその一瞬しか覚えてないので、なんか思い出そうとするとこうフラッシュバック的な感じになっちゃってデータの混乱が出てああいうちょっと狂った感じになってしまうみたいなねことなのかなというふうに思いました。まあ、ラガタも出口を探すために一生懸命探したりすると最終的にやばいことになっちゃったみたいなことを言ってましたよね。多分ラガタも出口があるんだっていうものを信じて一生懸命探したんだけど、やっぱりねただのデジタルデータのコピーなんで出れるわけない、でそこでやっぱデータの混乱が生じてしまりかけたってことなんでしょうね。カフモはもう出口をね探し続けるみたいなことをしちゃってデータにバグが起こって抽象化したというわけですね。かわいそうです、なんか怖いよいやもし自分がね本当にただのデータだったらどうしますか。皆さん人間だよって思ってもそれは本当に見た目だけの世界であってただのデータの塊みたいなね、ちょっとね怖い話みたいに都市伝説的な話ですけども、まあ、そういうことがねこのアメデジの世界で起こってるんじゃないかとやっぱ思うわけですね。はい、そしたら最後、結構コメントでも来てたんですが、アメージングデジタルサーカスの世界に登場するこのマネキン、すっかり忘れてたんですけど、これなんだろうって思ってちょっと改めて考えたんですが、このねコロモさんが考えた仮説、全員がただのデジタルデータのコピークローンであるとした場合にですね、このマネキンというのがおそらくコピーされたデータがパソコンの中入ってきますよね。そのコピーされたデータをポムリたちの体に反映するための素体になるものなんじゃないかなというふうに思ったわけです。つまりヘッドセットをつけた人間のデジタルデータが PC 内に取り込まれます。そうするとストックされてある素体であるこのマネキンにそのデータが注入される。そうするとこのマネキンというのがこう形を変えてポムリあるいはラガタあるいはジャックスの形になったり、でそういう感じなのかなというふうになんとなく思いました。その証拠にですね、皆さんあの部屋があるね通路ありますよね、あそこにねいろんなキャラクターたちのねアイコンマークがあるんですけど、ただのマネキンのマークがいくつかあるんですよ。これなんか不思議ですよね。住人として出てくるわけでもないのにマネキンが一応なんか生活してるみたいな雰囲気あるけど、ただね見た目は同じだし、これはおそらく新しいね人間のデータが取り込まれるとあの部屋のマネキンのマークっていうのも取り込まれたデータの形に変わるんでしょうね、おそらく。ただですね、マネキンたちはカフェでこうみんなでワイワイとこうしてますよね。まあ、この辺がちょっとコロモさんの考えと食い違う部分なんですが、ちょっと謎です。はい。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。ちょっと怖いなーって思う、事実が発覚したわけなんですけども、まあ考察なんで、まあ推測の域は出ないんですけども、皆さんはどう思いますでしょうかね。まあさっきも言ったけど、自分自身がただのデータって考えるとちょっと怖いっすよね、なんか今回のね考察を見てなるほどなーって思ったりとか、いや私はこう思うっていうのがあればぜひコメントの方に書いていただければと思います。はい、それでは今回の考察面白いなーとかすげーって思った人は高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた会いましょう。ココロンボ、バイバイ。